マリーアン・マクラウド・トランプは、ドナルド・トランプの母であり、不動産開発者のフレッド・トランプの妻であった。スコットランドのアウター・ヘブリティーズで生まれ、1930年にアメリカ合衆国に移住し、1942年に帰化した市民となった。彼女は、夫と5人の子供を育て、ニューヨーク地域で事前活動に従事したのである。マリーアン・マクラウドは、 スコットランドのルイス島にあるトング村に父親が1895年以来所有する家に生まれた。地元の歴史家や家系図はこの地域の特性を何とも不潔と表現し人間の悲惨さを表すと表現した。第一次世界大戦の勃発は地域経済を弱体化し男性人口を減じたのである。スコットランドゲール語を話される世帯に生まれ、マリーは マルコム・マクラウド・マリーマクラウドが出産した10人の子供のうち一番幼い子であった。彼女の父親は小作農民、漁師、そしてメアリーの学校の番人などで生計を立てていた。英語は彼女の大二言語であり、彼女は中等学校まで通っていた学校で英語を学んだ。彼女の父方の祖父母はアレクサンダー・マクラウドとアン・マクラウドであった。 彼女の母方の祖父母は、ドナルド・スミスとメアリー・マコーリーであった。彼らは、バティスカートルイス島のパーク地域から移り住み、家族の何世代かは、ハイランドクリアランスに苦しんでいた。マリーの姉妹の何人かはすでに、米国に移民していたので、マリー・アン・マクラウドの最初の米国訪問は、1929年12月の短期滞在だったようだ。その後、 1930年2月17日に、グラス号で移民ビザ番号26,698を発行された。5月2日、RMS トランシルバニアに乗船して、グラス号を離れたマクラウドは5月11日に、ニューヨーク市に到着した。彼女は、米国市民になるつもりであり、アメリカに永住することを宣言した。この時期、 彼女のような多くのスコットランドの若者が、スコットランドの強制移住政策や第一次、世界大戦により持たされた祖国の惨状に嫌気し、米国やカナダに移住している。トランシルバニア号の外国人旅客リストの彼女の職業欄には家事労働者と記載がある。米国到着時の所持金はたった50ドル。マクラウドは、ロングアイランドで姉のクリスティーナ・マセソンと暮らし、少なくとも4年間は、 召使いなどをしていた。これらの仕事の一つは、ニューヨーク郊外の裕福な家族の何としてであったが、大恐慌によって引き起こされた経済的混乱のために、その仕事も失われた。ある説明によれば、彼女は土にまみれて働く、貧しい使用人として、アメリカで生活を始めることで、故郷のさらにひどい貧困から脱出したのである。 米国に再入国する許可を得て滞在して市民権を得ようとする移民にのみ許可彼女は1934年9月12日に SS カメロニアでスコットランドに戻った彼女は1935年4月までに1940年の米国国勢調査でニューヨークに住んでいると記録されているマリーアンとその夫である フレッド・トランプは1940年の国勢調査で彼女は帰化した市民であると述べたが実際には帰化には1942年3月10日まで要している。しかし彼女は頻繁に海外旅行や米国際入国をしており帰化前に入国管理法に違反したという証拠はない。マクラウドはしばしば彼女の意思でスコットランドの故郷に戻りその際には ゲール語を話していた。1930年代、マクラウドはクイーンズで妹と暮らしていた時、パーティーでフレッドトランプに会った。その後スコットランドを訪れた際、彼女は家族に将来の夫に会ったことを伝えた。二人は1936年1月11日にマディソン・アベニュー長老派協会で結婚し、ジョージ・アーサー・バトリックが司会を務めた。25名の結婚披露宴は、 マンハッタンのカーライルホテルで開催された。二人はニュージャージー州アトランティックシティで新婚旅行を行った。1937年4月5日、彼女は最初の子供であるマリアントランプバリー、続いてフレドリック・キリスト・トランプ・ジュニア、エリザベス・トランプ・グラウ、ドナルド・トランプ、そしてロバート・トランプを出産した。最後の出産により緊急支給的出術が行われ、 彼女は過労じで命を取り留めた。ドナルド・トランプのシニア年間写真家族は、ジャマイカ、クイーンズに住んでいて、後にジャマイカエステートに住んでいた。最初は、彼らは、彼女の義母の家に住んでいた。夫婦は上向きに、機動性があり、1940年までに彼女は、自分のスコットランドの家庭に引き継いでいた。 彼女は主婦であったが、家族経営のアパートの洗濯機からコインを集めるなど、夫の不動産事業を手伝うこともあった。彼女は彼女の育児の長老派振興に基づいて子供たちを育てた。2017年1月20日、次期大統領であるドナルド・トランプは1955年に長老派サンデースクールを卒業した時に母親から渡された。 RSV 聖書のコピーを使用して就任の先生を行いた。彼女は化粧版 MMT を備えたロールス・ロイスを運転したのである。また彼女は病院でボランティアとして行動し学校の活動や事前活動に携わっていた。これらの原因には脳性麻痺のある人の改善と知的障害のある成人の生活を改善する努力が含まれていた。トランプは 他の事前団体の中でも、救世軍、アメリカのボーイスカウト、及び盲人のための東大で活躍していた。彼女は、ジャマイカ病院の女性補助員、そして同様に、ジャマイカ保育園で重要な役割を果たした。彼女と彼女の夫は、時間、努力、サービス、そしてニューヨーク周辺のいくつかの医療施設を寄付した。さらに、 ジャマイカ病院医療センターにある228床の特別養護老人ホームパビリオンは彼女が何年もボランティア活動をしていた場所で彼女のために名付けられた。彼女はまたいくつかのソーシャルクラブに所属していたのである。親として彼女は夫よりも控えめであった。子供たちの友達は彼女との相互作用が彼との相互作用よりも少ないと指摘した。 見た目はわずかであったが、精巧な髪型で有名で、あるダイナミックなオレンジ色の渦巻きが付けられていた。これはかつて書いた息子ドナルドと共通点があった。1981年、トランプの長男フレッド・ジュニアはアルコール依存症による合併症で亡くなったのである。彼女は年を取るにつれ、彼女は重度の骨粗傷症に苦しんだ。 1991年10月31日に彼女は家の近くで買い物をしていると強盗された。14ドルが入っていた財布が取られた後、彼女は歩道に投げられてしまった。彼女は肋骨の骨折、顔面のあざ、いくつかの骨折脳出血、そして彼女の視覚と聴覚への永久的な損傷を持続した。ローレンス・ハーバートという名前の配達用トラックの 運転手は16歳の加害者を捕らえ、ドナルド・トランプから小切手で小切手で報いられ、家を差し押さえることができなくなったのである。マリー・アンの夫、フレッド・トランプは1999年6月に93歳で亡くなった。彼女は1年後の2000年8月7日、ニューヨーク州、ニューハイド公園のロングアイランドユダヤ人、医療センターで88歳で亡くなった。礼拝は、 マンハッタンのマーブル大学協会で行われ、彼女は、夫と息子と一緒に、クイーンズ州、ミドルビレッジのルーテルオールフェイス墓地に埋葬された。スコットランドの地元新聞、ストーノーエイ官報での死の告知は次のように書いている。平和的にニューヨークで8月7日、マリー・アントランプ、88歳、コ・マルコムとマリー・マクラウドの娘、ゴトング、大いに逃した。ありがとうございます。